思う、名乗る、そして埋もれない、そして継続していける、この辺を考えていくと、どこからが哲学者ですかみたいなのはすごく難しいですよね。それも結局は思った瞬間から哲学者なんだっていう人もいれば、名乗った瞬間から哲学者なんだっていう人もいれば、その他大勢に埋もれなかった、そこで初めて哲学者なんだっていう人もいれば、それで生計を立てているから哲学者なんだよねって思う人もいる。だから 何々になりたいみたいなのは結構どうしようもないコミュニケーションを生むので、宣言しない方がいいっていうのは僕は思うとこですね。なので僕が言っている中学生のノリで哲学者になりたいっていうのはパッションの話をしているだけなので、自分のことを哲学者と思っている思っていないとか、哲学者として名乗る名乗らないとか、その他大勢の自称哲学者の中で埋もれないとか、哲学で生計を立てていこうとか、そういう話ではないということをですね、理解していただけると嬉しいなというふうに思います。まあ、その上であえて言いますけども、僕は今中学生のノリで哲学者になりたくて、やっとですね、哲学の本、いろんな、まあ、今は哲学史中心になるんですけども、を読んでですね、ワクワクしているという、そんな毎日を送っています。